BJB 編集部幸太郎です。今回の特別インタビューのゲストは風間徹さん。バブル時代はいつも見ていた雑誌の憧れのモデルさんでした。当時の思い出やトップモデルだった頃のお話をお伺いしました。自分らしくなるべく力が入らない、肩こらないようにっていうふうにはしてますね。ドラマの撮影の時にお昼ご飯とかはその当時あそこのレストラン予約してますんでぜひ行って好きなもの食べていいですよって言われてで行って、フォークとナイフでっていう感じで食べるのが普通だったんですけどバブルがはじけたら急にお弁当になりましたんであこういうことなんだっていうふうには思いましたけどね。バブルの時はすごい華やかでしたよ。お金に糸目をつけず何でも好きなだけどうぞっていう感じでしたね。いきなりなったというかね別に何のレッスンも受けてなかったんで大体棒立ちで立っててで普通そんなモデルはいないよって言われたんですけどカメラマンの人が「あいいじゃん」って言って載せてもらったのが。それが流行ったというかいろんな雑誌でもね棒立ちの人が現れてるってこれでいけんのかななんて思って違う現場に行ったらそのスーツですかねの撮影の時にその百貨店によって規定があるみたいでジャケットからシャツを5ミリだけ出すとか1センチ出すとか、そういうのがあったんですよ。でそれはびっくりしましたね。そういうふうに決まってんだってでそれはそれで一応こなしましたけど、ご飯食べに行ってたというかタダで入れていただいてたんで、好きなもの食べていいよっていうんで取って食べるやつですけどねバイキング形式みたいな感じで毎晩行ってましたねご飯食べに。でそのまんまの流れでそこにいるとモデルの子たちとか知り合いがいっぱい来て。で朝までとか遊んでたんでそのまんま現場に行ったりとかドラマの現場に行ったりとかもした時もありますね。